はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は40、50代は血管から若返る筋トレということで、僕普段はね、筋トレを、ね、筋肉つけるためとか、体脂肪を落とすためということでいろいろ進めてますけれども、僕は筋トレ その効果というものは何もそういうね、筋肉をつけるかどうとかね、見た目だけの問題ではないと思います。それだけではなくて、血管に対する影響というものはすごく大きいと思ってまして、血管から、僕はね、若返ることができるんではないかと考えています。もちろんね、運動なので全ての細胞が健康的になっていくというような、その側面はあるわけですけれども、だけれども特にね、この血管から若返るという考え方は僕常に持っていて、体をね、筋肉をかっこよくするためのことをやってるんだけども、同時に血管も一緒に運動させるというつもりで自分自身もやっています。その血管から若返らずというのはどういうふうにするかということですけど、基本的には僕はね、機能を目いっぱい使ってあげることだと思ってます。例えば脳に関しても、ボケるボケないの観点で言うと、やっぱりね、いつまでも仕事をしていた方が、頭ボケないってやっぱり言いますよね。仕事が嫌な時もありますけれども、だけれども自分の能力を超えたこと、あるいは自分がしようと思っていなかったことをいろいろ言われることによって、無理だけどもやってみようか、やってみるで、自分がいっぱいいっぱいになってやってみるということで、この脳の能力というのは衰えないでいられるわけなんで、やはりね、難しい仕事がきつい仕事もやっていく必要はあるんじゃないかなと思っているわけなんですね。なので、結果に関してもやはりね、機能を目いっぱい使ってあげる必要が、あると思います。それで筋トレをしていくことで毛細血管の発達というものも促せると思っています。毛細血管がどんどん発達してくれば、その先にある細胞というものも健康でいられるんですね。毛細血管が発達するときは、その先にある細胞に関して酸素と栄養の送り込みを十分できるということです。もしその毛細血管の先にある細胞に対して酸素と栄養素が目いっぱい送り込まれなければ、やはりその細胞は健康でいられないわけですよね。十分な酸素と栄養がなければ、どんどんそこの細胞はやっぱり衰えがちになってくるわけです。なので、そこの毛細血管を発達させることも僕はすごく重要だと思ってます。でそのために血管に何をしてあげることがいいかというと、やはり血管をね、伸縮させること、すごく縮めることも大事だし、少しすごく伸ばしてあげる、引き伸ばしてあげるということも大事だと思ってます。それをやってあげるのが筋トレでいうパンプアップですね。パンプアップというのは、血管がかなり膨張する状態なんですけれども、筋肉が膨張してるんではなくて、血管が膨張するという形ですね。先日僕の動画でも紹介したように、僕は胸トレーニングで大胸筋だけをトレーニングしていった時に、どのぐらいパンプアップするかという実験をしました。そしたら100センチが104センチになったということで、4% アップしたわけですね。でその次の日に、背中のトレーニング、広背筋だけをトレーニングしていくと、背中のパンプアップだけで、それも100センチが105センチになったということで、5% アップした。結構トレーニングしてる方ではありますけれども、そういう感じの人間でそのぐらいの、パンプアップを受ける。でこれ筋肉が張ってるんではなくて、中の血管が張ってるんですね。血管が張るだけでそれだけの変化が起こってくるというのはかなり大きなことだと思いますけれども、それぐらい血管がこのぐらいのものがぐっと膨張していくということで、血管自体がもうストレッチをしているとも言えるわけですね。もちろん血管が健康かどうかというのは、やはり内壁にこびりつく、コレステロールとか脂質とかね、そういうものがこびりついて、かつそれがその状態が長く続くと固まっていく動脈硬化とかいろいろ起きてくるわけですけど、そういうものには当然食事もね、重要なんですけども、それ以外にやはり血管自体もしっかりストレッチさせてあげるということも重要だと思ってますね。で、それによって、しっかりと毛細血管まで栄養と酸素を送り込んであげるということが必要だと思ってます。だからまずは、しっかり血管を伸縮させるということ、それから毛細血管を発達させることで先の方まで酸素と栄養を送り込むことができるようなものを持つということ、そしてその機能を目いっぱい使ってあげる、それが筋トレができることだと思ってるんですね。ではそれはどうやればいいかなんですけども、その鍵になるのが乳酸ですね。乳酸、筋トレするとそのエネルギーの老廃物として乳酸というものができます。でこの乳酸が溜まってくると、この酸によって筋肉がちょっと痛いとかそういうことが起きてくるわけですけども、それを排出してあげなければ次の運動ができないんですね。動けないんですね。だから血管を太くして乳酸を下水道のような感じで、送り出してあげるというのは血管の役目です。そしてその血液が流れると同時に新しい酸素と栄養素をその細胞に送り込んでくるというわけなので、まずはその乳酸が出るような筋トレをしてあげる必要があるわけです。乳酸が溜まるような筋トレのやり方をしていくということです。そうすることによって、その直後に血管がドンと膨らんでパンプアップが起きてくるというわけです。そのために乳酸を溜めるような筋トレをするためには、いくつか鍵がありますね。
まあ、まず一つは重さが重すぎて3回5回しかできないような重さであれば、まあ、その結果としてはなかなかパンプしないです。血管が膨張しないです。結果的にはこのやはり回数が少し多めの方がいいですね。この多めというのはだいたいね15回ぐらいがまあ僕はいいかなと思ってます。これが軽すぎると例えば30回50回できる重さであるとそこの老廃物としての乳酸の溜まり具合は少し少なくてですね、やはりそこのパンプアップが起きにくいんですね。だからある程度の重さがありながらでも重すぎて回数が少なくないというところでもう15回ぐらいがいいと思います。まあ、そのぐらいの重さでやっていくということ、まあ、ちなみにこのぐらいの重さであれば、まあ、4、50代の場合には怪我がしにくい重さですよね。だからそういう意味でもまあおすすめということです。それでまあじゃあ15回だと自分がもともと目的にしている筋肉をね大きくするかっこよくするとかできないかというと15回でもね結構なります。きちんと15回ギリギリまで追い込んでいく、その筋肉をギリギリまで使ってあげれば、まあ、一般のレベルであれば十分いい体はできるだけの筋肉が作ることでまあできますよね。それからまあ力の入れ方ですね。力の入れ方、力を入れて抜けることがないようにです、ね、ダンベルプレスなんかでもトップに行った時に腕を伸ばして上まで行ってしまうと重力はこっちにかかってるんで負荷はそもそもかかってない、力抜いてもこの状態キープできます。なので上まで伸ばさないで負荷がかかったところ負荷がかかったところまで、そして下ろした時も力を抜かない、でやってる最中もストーンと下ろすことがなく力が抜けないままずっとやってあげるということですよね。ギュッと力入ったままですね。スポーツクラブでレッグエクステンションのマシンありますね。足を伸ばすやつで、足を伸ばすあのマシンだとギュッと力が入ったまま、ね、緊張をキープしたまま行ったり来たり行ったり来たりしているので、それが終わったので浮いたっていう感じがあるんです。あれがまあ乳酸がたまるというやつですけど、まあ、そんな感覚を全ての筋肉においてトレーニングの中でやっていくということで、力をずっと抜けないまま負荷をかけたままやっていくということ。でその負荷をかけ続けるというのはもう一つあって、例えばサイドレーズなんかやってる時に上げるのがきつくて一回こっちに行って横から見た方がいいかな、一回上に行って下に降りて上に行って下に降りて、これもそもそもこの時には後ろ側にかかってる、でこっちに行った時には重力こっちからかかってますから今度前にかかってる、この後ろ前後ろ前だけその負荷のかかる場所を変えてしまうとそもそもずっとそこに負荷がかかった状態にならないですね。でアームカールでもこういう時にこっち行って負荷がなくなる、下ろしてきて体をこう倒す、体で腰で持っていくと負荷かかってるで、あまり負荷かかってないので、まあ、そういうこともやらないでしっかり固定車まで動かないようにやっていく、ね、これも前後に動かないようにやっていくことで、かなり同じ箇所にずっと負荷かかっていくのでパンプアップができるということです。まあ、そういったような負荷をかけ続けることも大事ですね。それともう一つは、複数セットを反復してやるということ、まあ、さっきの、15回ぐらいできるような重さ、15回ギリギリなような重さですね。でそれを1セットだと、まあ、それはパンプアップはやっぱり起きないです。これを、まあ、1セットやります、まあ、1分休みます、でまた1セットやります、1分休みます、1セットやります、1分休みますという感じで何セットもやっていく、これは1セットよりも2セット、2セットよりも3セット、3セットよりも4セット、まあ、正直言うとその箇所に関しては7、8セットぐらいはやっていかないとすごくパンプしてくるという感じはやっぱり生まれてこないですね。3セットぐらいだとやっぱなかなかパンプは起きないので、もうちょっとセット数が実際には必要かと思いますので、まあ、そこはねエクササイズをまあ2、3種類やっていくと、まあ、そういうことでパンプができるかなと思います。なので、1セット2セットではなくもうちょっとセット数が必要だということですね。だからある程度の量も必要になります。ちなみに乳酸が溜まってちょっと痛いという感覚があると、その痛いという感覚を脳で感じると成長ホルモンをドーンと促すという効果もあるので、まあ、今言った血管だけの問題ではなく成長ホルモンを促すこともできるというのはこういうパンプアップをするようなやり方、つまり乳酸が溜まるような筋トレのやり方、ね、負荷をかけ続ける力を抜かない、まあ、そういうようなやり方でやっていくということは成長ホルモンを促すこともできるので、そういう意味でも体にとってはいい作用はあるということですね。それとパンプアップするイコール血流が良くなるわけで、血流が良くなるということは体温は上がります。で体温が上がってくると基本的に病気しにくいと言われてますよね。人間が病気をするときには寒さとか冷えがあると病気をするとまあ言われてます。まあ、一説によると昔の人というのは背中にイボがあったらしいですけど、それはまあ冬にね寒い時に暖炉が 前にしかなくて、そして後ろは寒いままだったのでそういうのがあったんですけど、今はエアコンで背中も暖かいので、まあ、そういうのがなくなったという話もまああります。まあ、とにかく体は冷やさない方がいいんですね。それが、服を着てもいいし暖かいものを飲んでもいいし、だけども自分の内側から自分の細胞から血液から体温を引き上げていくということは、まあ、僕は一番ね健康にとって一番重要で一番効果あることだとはまあ思っているので、なのでそういう意味でもやっぱり筋トレを頻繁にやっていく必要がある、週1だけではなくて2、3とやる必要がまあ、あるかなと思ってますね。
ただね、筋トレをする時だけが重要なのではなくて、もう僕はね、日常ね、頻繁に血流を良くすることが必要だとは思ってます。なので、まあ、週に2回だけなんかジムに行って筋トレをするというその時間だけじゃなくて、実際にはね、24時間かける7ありますから、もっとね、やっぱり歩く、それから動く、自転車とかもっと使うとかね、そういうのもそうだし、まあ、そこら辺の時間がそういうのを取るのが難しい場合には、やはりバックランジですね。バックランジを1、2時間に1回ぐらいね、もしリモートワークで家にいるんであれば1、2時間に1回ぐらい20回ワンセットだけをやっていく。たかだかもう30秒ぐらいで終わる話です。これを1、2時間に1回やって、まあ1日こう何セットもやっていく、何回かありますね、最大8回ぐらい多分できると思いますので、まあそのぐらいやっぱり頻繁にやることで血流を良くしていくということで、まあバックランジをやることは、まあそういう意味でもおすすめなわけですね。まあこのことは本当にね、10代20代ではあまり重要ではなくて、やはり 40、50代、それ以上の人にとってはものすごく重要なことなので、筋トレをする上でも、ただ単に形を良くする、体脂肪を落とす、でそのためになんか食事をすごく減らしていくと、まあなんかそこだけではなくて、やはり血管から細胞から内側から健康になっていく、若くなっていくということをちょっと狙いながら筋トレもやってみてほしいなと思います。筋トレの目的は1つではなくて2つ3つ4つ5つと、まあいろいろあると思うんで、もう全部ね、欲張っていいと思います。それを正しくやっていくことですね。はい、そんなことを考えながらいい筋トレをやっていきましょう。パーソナルトレーナーのゆうじでした。